象的な島くてばでご挨拶させていただきました。皆様、今日も琉球エアコミューターをご利用くださいましてありがとうございます。この便は久米島空港行き875便でございます。この便の機長は加藤、私は客室を担当いたします矢島でございます。久米島空港までの飛行時間は25分と予定しております。本日は強風の影響で離着陸時に寝ることが予想されております。シートベルトをしっかりとお締めください。携帯電話など電波を発する電子機器の使用は法律で禁じられております。機内は化粧室を含め全席禁煙です。電子タバコなどもご使用になれません。それではどうぞごゆっくりお過ごしください。